JNN 企画大賞は JNN 系列局で毎年放送されている企画制作番組。第26回までは JNN 共同制作番組としてテレビドキュメンタリーが毎年放送されていた。2017年の第27回から JNN 企画大賞という名称に変更。JNN ネットワーク協議会の企画で JNN ネットワーク各社が 共同制作。制作監事局を中心に番組を制作する。このため、制作著作は JNN ネットワーク協議会が、制作監事局は番組制作としてクレジットされる。元々の番組名は JNN 共同制作番組。開始当初は1時間30分の番組だったが、2000年代後期から55分番組に変更。また、 制作幹事局によっては、JNN キー局である、TBS テレビに、全国送り出しを委託することがある。2017年の第27回の、産業放送制作文、ひらめき。近未来食堂フード革命で世界を救えから、JNN 企画大賞という名称になる。2020年は、JNN キー局の TBS テレビではなく、 制作幹事局の中国放送が全国送り出しを行った。なお、2021年は制作されず、翌く2022年が第31回 JNA の企画対象となっている。ありがとうございます。